宮沢正明は日本の写真家である。日本大学芸術学部写真学科卒業。卒業時に日本大学芸術学会奨励賞。85年に赤外線フィルムを使用した諸女作夢十屋でニューヨーク ICP インフィニティアワード新人賞。2014年伊勢市観光ポスターにて日本観光ポスターコンクール総務大臣賞。 特に神社仏閣にも関わりが深く、2005年以勢、神宮第62回式年仙宮の正式記録写真家として活動を開始、2013年10月に行われた戦後の儀までの間に6万点に及ぶ作品を奉納し、写真集も数多く出版する。その他、出雲大社大仙宮、アシュラ像で有名な奈良幸福寺、春日大社第60回式記念像体など、 全国の神社仏閣を50社時以上撮影。また、映像作家として、伊勢神宮の森をテーマにしたドキュメンタリー映画、伊勢神宮ドキュメンタリー映画海山あひだ、伊勢神宮の森から響く、メッセージ監督、宮沢正明を初監督。海外の映画祭に、数多くノミネートされ2015年マドリード、国際映画祭にて、 外国語ドキュメンタリー部門最優秀作品賞他の2巻に輝く。これを機に講演会やトークショーなどの活動が増える。その他広告、CF、エディトリアル、ファッションの分野でも幅広く活動し、人物写真では、伊集院聖、市川海老蔵、阿川沢子、菅野美穂など時代を代表する人々を撮り写真集は150冊を超える。 1984年銀座にコンサロンでの写真展、夢十夜から2015年富山市ガラス美術館での写真展、森新進まで国内外で数多くの展覧会を開催している。ありがとうございます。